え、こんな街の中で戦うんですか。うわ、なんかで、どうなっとんの。うわこれがマスターゼアノート。え、戦うんですか。うわ、強そう。すげえ鎧。お、わわ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 、閉じられた。うお、あらら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 、大丈夫か。なんでも声だな、おい。俺じゃねえよ。うわわわ、あら、痛い、落ちろ。どうすんねん。あー、落ちてくー。よし、ゼアノート、あ、戦う感じですか。まだまだこれから。おお、まあまあ、ゼアノート、うって、いや、これはまだ最終決戦じゃないよね。うわ、強い。ハイウィンドは OK。 うわ、よいしょ、攻撃は通じてるか。てか全然ソラとゼアノートしか戦ってないくね。よいしょ、攻撃はあんまり通用してないな。よいしょ、まあまあ効いてるね。よいしょ、ちょっとレイジフォームは使いたくない。うわ、よいしょ、削れ。うわ、よいしょ、トナルドメテオ、なんだかんだで結構削れてるね。ハイウィンド、よいしょ、よいしょ、あら、うわ、なんだ、何が来る。いやです、なんですか。うわ、嫌です、痛いです。よし、回復。うわ、痛い、ここ攻撃すればいいんだよ。よいしょ、レイジフォームさせまったぜ。あらららよいしょ、よいしょ、これでやっと半分ぐらいか。強いな、シューティングライダー。もうフィニッシュ。ダメか。よっしゃ、グーフィーボンバーくらえ。おっしゃ、お、なんだ。おお、またずらしてくるのがよ。痛い、意味ないぜ、そんなことしても。お、なに、今度は、え、ラ、おほほ、いちいち大変な、世界が変わった。水の中、水の中で戦うのかよ。ちょっと厄介だな。いろいろやってくるね、ゼアノート。 OK、 よいしょ。ただ水の中だったとゼアノートだって攻撃にはいまいちなはずだ。あっちか。うわ、なんだ、痛い。 OK、痛い。うわい、どこどこ、よいしょ、いやー、水の中はなかなかダメじゃ通んないね。 OK、 でも結構削れてるな。
いしょ。よし、また変わるのか。うん、次は何の世界だ。どこだって行ってやるぜ。どこに行く。あとを追った。おお、水の中から出てきて。あの先か、マスターゼロ。うふふふ、まがまがしいね。おいでおいでじゃねえぜ、やってやる。あの先か。うわー、そら勝負だ。おいで、どうだ。うわー、なんだ。うわー、ひ大好きだね。うっつ、よいしょ。よいしょ。うわわ、なんだ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 。おっと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 、うわっとっと、痛い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 。うわ、レジフォンがやっちまったぜ。よいしょ、あしゃ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 、あしゃ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 、あらららら、あらららあら、よいしょ、よいしょ、あと少しじゃないか。オッケー、よし、ハイウィンド、よいしょ、あーしゃ、あと引き出し、うわー、ここで引けた。マジか、よいしょ、よし、モグ、あー、モグに助けられたな。よいしょ、よいしょ、これで終わりだ。よし、まだ終わらずんだと、ギリギリ。よし、マスターゼアノート、そろそろしまいだぜ。おい、破れた。よし、砕いた。いや、でもこれで終わりじゃないでしょう。まだあるだろう。何を出せ、笑ってやがる。あー、消えた。この先か、あの城の中だね。よし、進もう。あー、きつい戦いだな。おお、一気に。おお身軽だね。おお、なんか最終決戦っぽい感じのとこに来ました。よし、うわ、出てきた。マスターゼロと余裕だな。計画はもう終わりだ。しまいだぜ。ここでお前を食い止めてやる、マスターゼアノート。他の世界に飛ばしてしまえば、ん、計画を阻止できると思ったようだが。違うのか。何を考えてる。え、うん、何を考えてる。持ってきてるぜ。きれ、うわあ、やばい。すべての空はつながっている。うわ、かっこいいこと。うわ、ここでもキングダムハーツ出してくるんかい。ここにはもう3人しかおらんぞ。マジかよ。どうする、ソラ、グーフィー、ドナルド。よし、やるしかないね。よいしょ、
うわ、強い。よいしょ、ハイウィンド。よいしょ、なかなか強いな。よいしょ、グーフィーボンバー、よろしく。よいしょ、オッケー。うわ、つー、なんだこりゃ。よいしょ、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 フレアフォース、おしまいだぜ。よいしょ、結構硬いな。あら、オッケー。よいしょ、まだ変わるか。何をする。うわ、舞台が変わる。空に上がった。ああ、何を、うわ、何をする。わ、キングダムハート出てきた。演出濃いね。笑ってやがる。キングダムハーツの前で決戦か。OK。 よいしょ、よいしょ、よいしょ、ウォーターガン。よし、ハイウィンド。もう対抗者もなんもねえぜ。トリニティラッシュ。よいしょ、よっこいしょ、ギャルだ。うわー、なんだよキーブレード。うわー、あ、どうした、ソラ、え、マスターゼノートを攻撃して光を止め戻す。そう、マスターゼノートとか。よいしょ、演出が濃いな。あらら、よいしょ、ダメか。うわー、やばいですね。オッケー、サンキュー。よいしょ、よいしょ、リターントゥーライト。よっしゃ、決めるね、ソラ。まだある。よし、もう、なんだよそれ。なんだ、え、なんだ、いてて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 、おいでいで、どこ狙えばいいの。違う、どうしたらいいの。え、あそこ狙おう。いて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 、どうすりゃいいの。あ、もっと来た。そうか、助かって帰って。オッケー、ハイウィンド。オッケー、あら、あと少しか。ゼアノート、
おらあ、ダメか。おらゼアノート、ラストレイ。効かない。何、うわぁ、キングダムハーツが。どうする。やべ、ドキドキしてる。え、うわ、うわ、空な、うわ、やられちまった。空、おい、これゲームオーバーと同じ画面じゃねえか。え、どういうこと。お、動ける。あ、あ、空、これ今リモコンから音が流れてます。三角で仲間との絆を読み直せ、トリニティ。お、おは、来た、負けはしない。よし、3人で一人前なんだろ。さら頑張れ。グーフィー、うん、ドナルド、よし、いけるはずだ、決めよう。よし、決めろ。おお、やったか。キングダムハーツゼアノート、もうやれねえぜ。全力を使い果たし、あ、キブラ落とした。よし、やったか。なぜだ、なぜこんな。決着はついた、もう諦めろ。諦めろって言って通じるやつか。見るがいい、もう手遅れだ。マジか。ああ、キングダムハーツ、ああ、世界が終わる。あ、閉じてくれ。手遅れなの。間抜けなこと言ってんじゃねえ。まだ止めれんだろ、ソラ。何が起きるんだ。浄化、世界を元の状態にリセットするのだ。リセット。世界の起源は闇だ。光はその闇から生まれた。なるほど。そしてその光から人が生まれ、うん、心が生まれた。なるほど。心に悪意が生まれ、結局また闇が生まれた。ああ、そうやって世界を闇で覆っていったのだ。そういうことか。世界に生まれた光という希望も結局は闇になる。この世界はもうダメだ、失敗したのだ。こいつなりのせいなのか。だから始まりの光、キングダムハーツによって世界を元から始めればいい。それは違うぜ。何もない。ゼアノート。真っ白な世界から。それはお前が決めることじゃない。その通りだね。あ、何考えてる。ゼアノート。では誰が決める。ソラ。力を持つ者が決めるしかない。力なき者は強者の決めた世界で身勝手に闇を生み出すだけだ。強者の決めた運命を受け入れていればいい。そういう考えか、ゼアノート。だとしたらお前も強者じゃないよ、ゼアノート。言うね。本当の強者は世界の運命は握らない。そんな力は持たないよ。その通りだ。真の強さ。
お前は我が友に似ているな。見て、あ、鍵、わーわーわー、やばいよ、なんかもう禍々しい感じも、うわ、あ、来てくれたんだ、仲間だね、みんな来てくれた、よし、光の勝者、大丈夫かい、うん、大丈夫、ありがとうミッキー、あっちのキングダムハーツが消え始めて空とのつながりをたどったんだ、さすがや、仕事が早い、うん、よし、わあ、マスターゼアノートとテラ、マスターゼアノート、すごいね、行かないで、大丈夫だよテラは、もうアクア信じてくれ。何を語る？光は目に見えるものだけじゃない。そう言っただろう。やはりお前か。は？テラの中にエラクスがいたんだ。なんちゅうオチだよ。なるほど。キーブレードを渡せ。ゼアノート。もう止められん。いや、彼らなら止められる。若い力に任せよう。まだやれる。まだ抗うか、ゼアノート。悲しいね。老いぼれ。もういいだろう。優しいね、エラクス。もういい。チェックメイトだ。チェックメイトか。過去の話、若い頃のゼアノートとエラクスのチェス、うん、だから最後までわからないって言ったろ。エラクスが最後、ああそうだな、逆転したんだ。あれ珍しい。何が？いつもならなかなか負けを認めないのに。あんまり負けないからな。それ言う？本当は仲良しじゃん。おめたち。今日のは見事だった。でしょ？結局最後はお前に負けるのかもな。はあ、世界を救うのはエラクスみたいなタイプだよ。きっと。分かってんだ。照れるな。照れんなよ。その時は俺も隣にいたいな。悲しいな。ああ俺もお前の隣にいるさ。まあ隣にいるのか。どこで間違ったんだろうね。ゼアノート。悲しいね。本当はな。志があるよ。キーブレードマスターだったのかもしれない。見事だった。キーブレード。エラクス。あ、この再会もなんとも言えんね。テラ、アクア、
ベン、愚かな死を許してくれ。見事だったです、星翔さん。マスター、マスター、あ、触れんだ。マスターてろ、うん、ベン、怖い思いをさせてすまなかった。悪は重責を押し付けてすまなかった。テラ、二人を守ってやってくれ。テラなら大丈夫です。頼んだぞ。いいとこ持ってくな。お前どうすんだゼナロト。お、限界か。お、行こう、友よ。そういう感じですか。おほ、いいまとめだね。よかった、いい友達だったんだよな、本当は。ゼアノートの最後はこれか。いいやつで終わったよ。ずりーな、ゼアノート。よし、やることやろうぜ。ソラ、閉じよう。よし、閉じよう。みんなも力を。お願い、貸してくれ。ああ、長い旅が終わる。よし、閉じよう。キングダムハーツ、閉じよう。よし、はあ、やった。よくやったよ。よし、そりゃ頑張ったな。エンド、はい、キングダムハーツ3終わりでございます。お、バトルレポートが出てきた。ゲームレベル、スタンダード、倒した敵の数2753、最も使用したキーブレードはもう最後の方、ラダーオブフェイトずっと使ってましたね。5時間、移動した距離は101キロぐらい、最も使用したシチュエーションコマンダーフレアフォースはね、いっぱいつけましたね。組シップは 20%、コウングマップ、おい、でも23個割といい方ですね。もっと、そう、料理食ってないんですよ。クリアタイムは33時間55分と05秒ということで。はい。で、これですね、実はこの間に、エンディングのムービーがございました。で、これからその話をします。もしその話を聞きたくない方は、ここで動画を、閉じてください。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、録画禁止だったシーンのお話を、はい、しましょう。まあ、もしかするとね、どっかでアップしている方がいらっしゃるかもしれませんが、一応コンプライアンス損失ということで、僕は動画から削除させていただきました。内容としては、まあ、最後ね、ソラがカイリを探しに行った後、各メンバーの動画に、映像に映ります。ミッキー、ドナルド、グーフィーは、ミッキーたちの城に戻って、ミニーと、デイジーが出迎えてくれて、ハッピーな感じ。最後花火が出てました。そして、アクア、テラ、ベントスは自分たちの、場所に戻って、エラックスのお墓に、自分たちのお守りですね。アクアが作ったお守りを掲げて、お墓をね、拝んで、去っていくところに、ベンティスの元にチリシーがやってくるというところで終わりました。その次は、アクセルと
ロクサスがあのトワイライトタウンのね上の塔にこう座っていると、シオンがやってきて3人が並ぶんですね。でアクセルとシオンはあの今までの服じゃなくてあのかっこいい服着てました。シオンはとっても可愛い黒のドレスを、ドレスっていうかワンピースか、着てましたね。でそこに3人が座ってるとアイスがショッと出てくるんですね。アイザが持ってきてくれました。アクセルとアイザは人間に戻って再会できて、そこにピンツハイツ、ピンツハイネフォレットもやってきて、7人でアイスを食べるというところ、僕は号泣してしまいました。はい、そして場所は変わってレイディアントガーデン、イエントと、ビクセンが何やらコンピューターをいじっている先にベッドに横たわっている少女ナミネです。うん、ナミネね、あのリクレプリカが置いてったレプリカにナミネのハートが戻って、なんとナミネが戻ってきたというし、もうここも僕泣いてしまいましたね。目を覚ましてお城の外に出るとグミシップがやってきて、そこからリクが降りてきてナミネに手を捧げて、で一緒に飛び立っていきます。で舞台がパンと変わってディスティニーアイランドになります。ディスティニーアイランドでは全員集合みたいな感じで、浜辺でね、もうみんな、ベントゥスも、テラもアクアも、ロクサスもシオンもアクセルもドナルドもグーフィーもミッキーも、ハイネ、ピンツ、オレットもみんなしてうわーって騒いでるんですね。でリクとかシオンもいて、でそこでナミネも出てきて、ナミネが、浜辺の方をね指さすんです。あのちょっと離れた島みたいなところね。でもリクがおちょっと待ってって言うんですね。でそこの、ちょっと離れた島のところになんと実のなっていた木に空とカイリが座ってるんですね。泣いてしまいました。でしばらく二人の背中越しのこうアングルがあって、二人は手をつないでます。で、パッと、ごめんなさい。帰りのアップになると、まあ、顔は正確には映らないんですが、横顔を抜きで涙をファッと流すんですね。涙が頬を伝うんです。そうすると、また二人の背中越しのシーンになって、空がヒューッと光になって消えてしまって、帰りだけ座ってる暗転で宇多田ヒカルさんの映像になっていきました。最後、空は代償を払ったんでしょうか、光の中に消えてしまうというところで終わってしまいました。でさらに映像には続きがあります。うん、しばらくはスタッフロールが流れて右側に流れていて、右側に、そのスタッフロールが流れている横、左側に、各ワールドの、みんなのその後みたいなのが映ってます。大体ハッピーな感じですね。オリンポスであるとか、うん、あのアナ雪とかね、ラプンツェルとかトイストーリーとかモンスターズインとか、こうなんか幸せな感じで流れていって、最後スタッフロールが終わると新たなムービーが流れます。うん、でそこではザ・ノートのキーブレードがキーブレード墓場のところにピューンスタンって刺さるんですね。うん、でそこにあの、13機関の服を着た男がやっと俺の役目を果たせそうだって歩いてくるんですよ。はい、それは、キングダムハーツユニオンキーなどにも登場しました、イニシエのキーブレード使いルシュですね。マスターオブマスターから役目を使わされた、キーブレードを伝達するようにと伝えられたルシュがもうあのフードをかぶった状態で歩いてます。でそこに、アバを除く、他のマスター・オブ・マスターの弟子たちが四方から集まってきて、ルシュ、お前が俺たちをここに、呼び戻したのかみたいな話をしているんですね。でまあつらつらと喋っていて、でルシュがですね、やっと、これで目的が達成できそうだみたいなことを言ってフードを取るんですね。フードを取った姿誰だと思いますか？みんな知ってます。なんとシグバールでした。へへへへって感じですよね。もう僕もう録画禁止だって分かってたので、その間ずっと喋ってなかったんですけど、一人でうえーっつってましたね。
なんとシグバールがルシュだったんです。ルシュは、その都度魂のみを、他の肉体に入れ替えて、この何百年何千年なのかちょっとわからないですが、時を超えてこの時代まで生きていたということだそうです。そして黒い箱を持っています。はい、あのバックキーとかでも見れるあの黒い箱ですね。でそこにマルフィセントとピートが、その奴らを見ている状態で暗転で、ここの画面に戻ってきたっていう。なんだそりゃっていう感じですよね。いや。というのが以上、キングダムハーツ3でございました。約十数年にわたって、展開されてきた、いわゆるダークシーカー編と呼ばれる、まあ、アンセム編ですね。ゼアノート編かな。うん、ゼアノート編と言っていい。このゲーム一応、これで終わりという形に、なります。はい、あの、プロデューサーの野村さんもですね、何かのインタビューで読んだんですけれども、今後は白紙とおっしゃってましたんで、この続き、キングダムハーツ4が、出るかどうかはわからないんですけれども、なんか最後はもうキングダムハーツっぽい感じで終わりました。いなくなってしまった空は果たしてどうなってしまうのか、戻ってきてくれるのか、そしてマスターオブマスター、いや、ルシュかな。シグバールことルジュは何を企んでいるのか、この先ね、もし、もし機会があればぜひやりたい。ぜひ、スクエア・エニックス様にはですね、作っていただきたいと、はい、思います。というわけで長きにわたって、投稿してきましたキングダムハーツ、3実況いかがでしたでしょうか。もしこの全動画ですね、見てくださっている方、いらっしゃれば本当にありがとうございます。そして、たまたまこの動画見に来てくださった方、本当にありがとうございます。キングダムハーツ、僕自身は発売当時からやっていたわけではなく、割と後追いなんですけれども、まあ、この壮大なストーリーにですね、まあ、皆さんと同じように、ハマってしまいまして、前作、見たり追ったりやったり、そしてこのキングダムハーツ3にたどり着けてとっても良かったです。このキングダムハーツ3を実況するためにですね、見たことなかった、パイレーツオブカリビアンの1から3を見直し、バイベイマックスも見ました。はい、結果大好きな、映画になって、そしてこうやってキングダムハーツ3の実況に、自分なりに、落とし込めたかなというふうに思っております。はい、それでは長々と喋りましたが、キングダムハーツ3 33時間55分05秒実況いたしました。見てくださった方本当にありがとうございます。一旦ここで締めにしたいんですが、キングダムハーツ3実況まだちょっと続けようと思ってます。まだね、幸せのマークを全然取っていないので、これをちょっと全部集める旅に出ようかなと思ってますし、何やらですね、噂によるとシークレットムービーなるものが用意されているそうなので、それも投稿、ちょっと投稿できるか、録画禁止だったらごめんなさいね。なんですけど、ちょっと見れたなと思うのと、あと、裏ボスですね。キーブレード墓場にあった多分バトルポータルを勝ち進むと最後、多分、裏ボスがいるはずなので、キングダムハーツシリーズでは、おなじみですが、もうちょっと鍛えてですね、最後、ゼアノート戦もやばかったんで、もう少し鍛えて、で、なんとキーブレード一回も、強くしてなかったんでね、その辺も鍛えて、はい、ちょっと裏要素も楽しんでいきたいと思いますが、一旦これで締めにしたいと思います。はい、キングダムハーツ3素晴らしいゲームでした。最後の方はもう泣きっぱなしで、変態な実況だったと思いますが、見てくださった方本当にありがとうございます。はい、もしよければ高評価、そしてチャンネル登録などしていただけますととっても嬉しいです。はい、それではご視聴ありがとうございました。岩田でした。またね、バイビー。